しんのすけ、しんのすけ。ひろしの実家近くの村にやってきた野原一家。自然の中での暮らし、また会ったね。そこではのんびりとした時間が流れます。ある日、炭まみれになったシロについていくと、そこは時間が止まったかのような炭鉱の町。炭鉱で働く人と一緒に湯船に浸かったり、食堂の新メニュー開発を手伝ったりしながら、次第に町に溶け込んでいきます。時には街をうろつく不穏な影を見ることも。現実と不思議な街の2つの世界を行き交うしんちゃんの不思議な毎日が始まる。クレヨンしんちゃん炭の街の城はこの冬発売。